皆さん、おはようございます。最近、私たちの身の回りでもいろいろなものが新しく進歩していますね。例えば、iPhone 6が出る前には iPhone 5 4がありましたよね。実は iPhone だけでは自然も月々と変化していきます。私は日本に来たばかりの頃に桜を見ました。毎年3月の終わりから4月の初めまで桜がいっぱい咲きます。桜を見ると写真を撮るだけでは飽き足らず、桜の木に近づいて長い時間を取り通して過ごします。そこで今回私の選んだ漢字は、いい変化を意味する改めるです。私の出身は中国の内モンゴルです。2年前に私は初めて来ましたが、大阪の関西空港に到着した時、実は私の心本当に非常に緊張しました。心の中で、私は中国人だけど大丈夫かな、日本語が全然わからないし、他人に対しても日本人はとても厳しいし、過去の歴史の問題があるしとつぶやいていました。ところが税関に着くとすぐ係の人の笑顔を見たので、私はちょっと安心しました。荷物チェックの時、これは何ですかと職員に聞かれました。あ、これはお土産ですと答えると、どんなお土産ともう一度質問されました。これは内モンゴルのチーズですと答えました。私の心の中で、この人私のチーズが欲しいのかなじゃあチーズ半分分けてあげましょうかと職員に言いました。すると職員は、え、いいえ大丈夫です、遠いで私を通してくれました。よかった、私の荷物は問題がなかったとほっとしました。以前他の国へ行った時、持っていたお土産をチェックされ没収されてしまいました。だから多分日本はもっと厳しいと思いました。しかし日本人の職員は厳しくなかったので、私の日本人に対する印象を改めました。もう一つ、私はよく覚えている出来事があります。去年の1月、私は一人で新幹線に乗って大阪へ行きました。でも大阪着くとすぐ駅の中で迷ってしまいました。皆さんは道に迷ったらどうしますか？もちろんスマートフォン調べたり人に聞いたりするでしょ。この時私の日本語は本当に下手でした。でも何とかして道を聞く必要があったので、勇気を出して駅員に聞いてみました。あの、すみません、水がありますか？すると、え、水何ですかと困った顔されました。私は、あ、ごめんなさい、水じゃない、地図です、地図ですと慌てて言い直しました。駅員は、あ、そうですか、じゃあ一緒にインフォメーションに行きましょう、インフォメーションに行きましょうと言って連れて地図を渡してくれました。これと似たような経験の私は今までたくさんしてきました。その経験の中で日本人のイメージが変わってきました。日本での生活は今たった日本、確かに日本での生活は大変だと思うこともあります。普通難しい問題に直面すると逃げようと思いますよね。この時私は静かなところにいて自分にと声かけています。道に迷えば地図がある、
でも自分の人生に迷ったらどうすればいいんだろう。人生には行き先を教えてくれる地図がないし、私の人生の目標は何だろう。日本語の勉強を続けようか、それとも諦めようか。自分の心をもう一度見直したら、その瞬間心の中に力と希望が 湧いてきます。今私は会日本語スクールで勉強しています。以前宿題もしないし先生の話も注意して聞きませんでした。でももう一度自分に問いかけて、今チャレンジすれば自分を成長させるいい機会になりますと思って、自分の目標のために勉強するようになりました。毎日大変ですが、一生懸命努力しなければいけません。クラスメイトを支えてくれ、先生も時間をかけて優しく教えてくださいました。日本のことわざにも、過ちでは改まるに、 はばかることなかれという言葉があります。これは間違いを犯しても恥ずかしがることなく、自分の態度を改めるチャンスにできますという意味です。iPhone がどんどん新しくなっていくように、桜がまだ時間をかけて美しく咲いていくように、 私の態度も変わってきました。人間にとって一番大切なのは自分の態度を改めることではないでしょうか。人間関係や家族のことで問題があるとき、自分の態度と考え方を見直せば、日々成長していき、それによって 幸せな人生が開かれていくのです。これが私が日本での生活を通して学んだことです。私は素直な気持ちで恐れないで、日本で学べるものを身につけたいと思います。ご清聴ありがとうございました。